の井出さんの、ね、お話の張本人がこの方です。この方のお名前をご存知の方、たくさん言いすぎ、じゃあ、今のお別れの方は後ほど、同調会事務局から景品がちゃんと出ます。出るはずんです。言うまでもなく、創立者、もう実質上の創立者ですね、有馬大五郎先生。でこの方がおられなかったら私今ここいないんです。実は本当に大恩人で、で今井出さんの何とも最初からすごいでしょ、国たちね、やっぱり学生は実にちゃんとした自主性とポリシーを持ってて、で私学で私学の学生のその願い出撤回たった一つですよね、国たちが。でその時に実は僕もこれをその話をちょっとしようと思ったんです。実はその時私教師だったんで、学生の後ろであじってた。あじるって分かりますね。やれやれという、つまりそれまでの国たちと私の関係とは全く違う。まあしょうがないですよね、大学は拡張されて、で、まあ、どこの大学もみんな値上げをしようという、ね、いやだけどそれはいきなり最初の井出さんのスピーチに出てくると思わなかったんだけど、二十数時間閉じ込められて、で新聞記者に、ね、朝もう先生としてはよれよれなんだけど、そこで感想を、ね、記者から、その時に何とおっしゃられたか、いやー疲れたんだけど学生たちとデモクラシーをもう一回復習しましたよっていうの、これがこの先生の素晴らしい一言です、ね、結局学生を本当にやっぱり愛していたというところで、あと教育の機会均等ね、まあ、貧しい学生もいたし、まあ、最初からピアノができる裕福な学生たちもいるんだけど、やはり国たちは本当に教育の機会均等という一番大切なところに、つまりね、富裕層じゃないと音楽が勉強できないと、そうじゃなくて違うところにありました、創立の精神が。まあそんなお話をちょっとしたかったんですが、すごいね、結構ドラマチックな話で最初始まっちゃったんで、少しこちらは穏やかに話そうかな。さっきの第三のこれは事件でって言った時に、もしかしたら前科一般になるんじゃないかと思って後ろでヒヤヒヤしたんですけど、よかったね。実は井出さんは私の、教師生活第2年目の学生なんです。で、その当時まだ大学院なかったから、卒業した途端に、1年だけ、ね、専攻科というのに行きまして、その後すぐに教師にしていただきました。その時の1年目じゃなくて2年目の学生で、今井出さんどこにいる？井出さんいない？ちょっと仕掛けがあったんですけどね。木下君出席とおります。その頃はね、君って言わなくて木下、森、大森、井出、
本当はここで「はい」っていう声がする仕掛けをさっき企んでたんだけど、井出さんどっか行っちゃったってね。そうやって実は僕よりも23でしたから年上もいるんですよね。その人たちだけはさん付け、なんとかさん、なんとかくん、くんは言わない、なんとかさんでいでって、ね、その時の、1年生で教えた井出さんとまさか一緒になると思わなかった。でも本当に嬉しいというか懐かしい話、あの方が有馬大五郎先生、ね、実はこの方にがいらっしゃらなかったら僕はここに今 いないんです。というのは、また始まっちゃいましたね、戦争ね。実は空襲の中で生まれて、空襲警報も、なんとなく記憶してる。防空壕を伝って床下ですよね、床下に母親がこう抱いて、僕はまだ血のみ子だったんで抱いて逃げ込んだ。空襲警報は鳴ってます、毎日ね。でまあ結局焼夷弾っていうのを、まあ今ミサイルでウクライナ全土にミサイルが飛んでますけど、あの頃は低空飛行してきたグラマンという飛行機から焼夷弾っていうのを落とす。焼夷弾っていうのはもう焼き尽くすね。床下に入ってたっていずれ蒸し焼きになってたはずなんだけど、まあなんとか本当の蒸し焼きになる前に疎開しました。福島の須賀川の奥ね、ほいね。そして、親父が40歳で召集されましたからね、母親と姉たちと一緒に疎開したんだけど、でまあ召集された父親はなんとね、飛行機もそれから船も何もないから、もう戦争末期で、で茨城の駐屯地で竹槍訓練というのをやったそうです。ね、まあ本土決戦になった竹槍だなんてね、まあ戦争ってひどいもんです。もうね、とにかく弱者を全部、今も遠いところで、遠いといってもロシアはすぐ隣で、そしてその次にウクライナですから ね、とんでもない話なんですけど、実はまあおとといウクライナから避難してきた、今昔はキエフといってキーウ国立大学の学生4人と食事しました。今度今日のプログラムにちょっと、書かれてますけど、この前コロナで延期した演奏会を1月にやります。全部人道的な支援のためにわざとポーランド、つまりポーランドに今600万人ぐらい滑舌がある。さっき、彼はカツ丼を食ったそうですけど、僕は滑舌は好きなんだけど、滑舌が悪いんでお聞き苦しいかもしれませんが、それはお許しください。話を戻しますと、まあとにかくね、今国公立私学も、ウクライナから300人ぐらい学生を呼んでますね。でそのうちの 4人が今度の演奏会に参加してくれるっていうんで、ご馳走しました。泣いてました。でこの数日竹
大変なことになってるんですよね。全部停電です。インフラを全部攻撃しちゃった、ロシアだから、この厳冬期ですよ。まさに氷点下の世界で全然電力がなくて、今150万世帯が電気供給されてないそうです。それから水道もね、のインフラもやられたんで、どうするんだろうね。でもこれが戦争で、絶対戦争はしちゃいけない、まあ、僕はもう最初から、生まれた時から戦争の最中でしたから、まあ、疎開から帰ってきたら、まあ、たくさん傷病兵がいて駅でアコーディオンを弾いてる、ね、まあ、そういうところをずっと見て育ちました。それでなんで音楽なんかやってんだろうって思うんですよね。まあ好きだったっていうのは、親父が持ってたポータブルのこう蓄音機、それが子供のまあいわば遊びだったんですね。そういうところからまあなんとなく好きになって、そして三鷹町北多摩郡、今三多摩って言いますけど、北多摩郡、南多摩郡、西多摩郡だって、その時の北多摩郡三鷹町に帰ってきました。東北線で初めて列車見た時は、いまだに覚えてますけどね、4歳の時に帰ってきて、そして三鷹町に住んで、で通いました。2キロぐらい通って、2キロ半ぐらいかな、全部富士が見えました。特に高い、ね、建物が一軒もなかったから、自由に毎日富士を眺めながら通ってたんですが、畑ですから作物がいい具合に育っていくのを見て、ちょっと頂戴して、ちゃんとお土産にするわけです、母親のため、ね、何の策もない時代だし、ね、その時にその畑の中にこう洒落た洋館風の2階建てからの2階からピアノが聞こえてきて、全校生徒で確か700人ぐらいいたんだけど、それは団塊の世界で多かったんじゃなくて、つまりどんどん小学校は少なかったんです。もうね、やられちゃって、ね、でこう破壊されて、だから700人詰め込まれて二部制の授業を受けてましたけど、たった一人だけピアノを持ってた女の子がいて、なんと運よく3年の、組替えの時に同じクラスになったんですね。してなんとなく仲良くなっちゃって、名前覚えてないんで、可愛い子だったんだけど、その子とガリ釣り、つまりガリ版釣りの機関誌で、音楽同好会みたいなね、だった二人の、それを やってて、で5年になった時に、父親がですね、音楽小学校というのができたから、そこに行くか、行けんのかなと思った。実は行けたんですね。すっごい貧乏だったからね、ピアノもないし、レッスンも何もしてなかった。ね、で、その時の、さっき学費の話がありましたけど、東京六大学の私学のよりもずっと国立音大の方が安かったんです。したがってね、付属もみんな安かった。今この辺から音がしたのは、そろそろ薪が入ったかな？違う？とにかく。
で行きまして3桁の割り算と小論文というかな作文で入っちゃった、ね、もう その場で OK でその場で連れて行かれました。したら4年と5年と6年が一緒の部屋で、で20数人。実はおととい偶然この本が届きました。僕の一級下の、僕は5年で5年の2学期で入ったんだけど、4年だった一方氏のぶたけくんというね、一歩ちゃんって言うんですけどね。で実はこの方の、お母さんがその後やっぱりお世話になった国立音大の会計の事務員だったのね。でなんとまあその頃ほとんどその音楽小学校行ってもあのピアノもやってなかった子が多くてね、この人は公認会計士、あの頃難しかったんですよね、に受かって、そして経済学の出て、ね、そして慶応出たんですけどね、ワグネルソサエティで歌も歌ってて、そして、その後東北大学の教授になったりという、その頃だからそういう人たちが多かった、ね、俳優になったり。音声出てからって言って必ずしも音楽に進むわけじゃなくて、で私の場合どうしたらいいかなと思ったんですけど、結局まあ上になんとか行けたんですね。でそれからピアノ始めた。 でピアノなかったんです。高校3年の最後までなかったっていうことはどうしたかというと、放課後にレッスン室を開放してくれたからそれでできたんですね。で高校に行くときにピンチだなって言うんで どうしたらいいかって言ったら調律家っていうのがありましてね、その頃高校に3年間で資格が取れちゃう、ね、その後、浜松とか、浜松ヤマハ、ね、かわいい、なんかにちょっと研修行って、もうすぐにプロになっちゃう。だからそこに行きなさいって親から言われたんです。ところが、中高の主任の先生から、有名な、昔有名な方だったんだけど、あんた、ぜひ作曲家で来なさい。で、行くことができました。3年間でどうやって行ったかというと、毎晩ピアノ弾いてたんです。毎晩ということは、ね、いわゆる盛り場のキャバレーという、ね、立川に、米軍の駐留軍がいましたから、立川そういうところにもあったし、それから池袋、新宿、渋谷、そこでピアノ弾いてました。毎晩、本当はいけないんですよ、でも黙認してくださった。でそれで授業料を払った。ただし面白かったね。その時にいろんな世界を見ていました。とにかく15歳からタバコ吸わなくちゃしょうがない。控室にいたらニコチンを防ぐためにタバコをこっちもスパスパ吸って、ね、いわゆる受動喫煙を避けるためで、まあいろんな世界、つまり遊興場ですからね、マジックがあったり、それから漫才があったり、そういう人たちもいて、で、僕らはその合間にそのステージの上で生演奏をするわけです。でその生演奏をしている時に、つい最近亡くなったドリフターズの
中本浩二さんってね、いましたね。あの1歳違いか2歳違いかぐらいで亡くなっちゃいましたけど、加藤茶というのがいてね、知ってます？世界が違うかな、ちょっとだけよっていうのでドリフターズで受けたギャグがありました。そのちょっとだけよを毎日弾いてました。なんでちょっとだけよっていうかというと、やっぱりあの男性客のための、つまり踊りはすごいよ、もうとにかくちゃんとした踊りなんですよ、もうすごい上手な、だから一生懸命伴奏してっていうか音楽作って、ところが一瞬ドラムが鳴るんです。でね、鳴った途端に全体がパッと消えちゃって、そしてあの一瞬ちょっとだけパッと、スポットライトが当たる、本当にちょっとだけなんですね。そのことをギャグにしたというのが、その時の曲がタタ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 ンティラタタタタタタタンっていうタブーというね曲で、ラテンの名曲です、ね、それをいつも毎日のように弾いて、そして3年間なんとか、だけどそれじゃあとても大学には行けそうもないっていうんで芸大狙ったわけです。あの頃の国立大学っていうのはなんと年間1万2、3000円だったのかな、一月1000円でしたからね。芸大を狙ってたんです、一生懸命勉強して。そしたらこの方です、この方がに呼ばれて、お前なんとか君たちで面倒見てやると言って、まあ、なんと光栄なことに特待生になってしまった、ね、まあ、あの優秀だったんでしょうねきっとね一応ねそういうことに、だから特待生にしていただいて見事に大学に行けたということで、芸大に行かないで済んだんですよ。芸大行ってたらまた運命が全然違っちゃったんだけど、ね、この顔じゃないです、もっと若い顔なんですけど、ちょっと切り替えていただいて、こういう若い、実はあのその前に本当は言い忘れたんだけど、その音楽小学校に入った時に校長先生だったんです、この方、ね、大学から幼稚園までの全部園長さんから大学の学長ま でよく遊びに来てましたくれてました。 でっかいんですよ、本当に大五郎、大五郎っていうなんかありましたね昔、なんとかピトピトピッちゃん なんだっけなんとか大五郎ってやつがありましたけど、でちょっとあの実はすごい偉い方、ここに先生のその残された、いろんな論文とかそれをまとめた、ただしここに書いてあるとおり、全700編のこのものから100編だけ選んで一冊にまとめたという、あの音の仕草というね、これで仕草と読まされる。この方はどういう方かって、後ろに日本人の音楽、もうとにかく日本人の音楽にすごく詳しかった、音楽教育、教育音楽、ヨーロッパの音楽当然ですね、その後に N 教、つまり N 教の最初のあれは理事長、副理事長だね、理事長は NHK のある母体の方が理事長 であと音楽大学でと書いてあって、ウィーン、オーストリー、この方はあの
本当にまあいわばパイオニアですね。これだけの重いんだ、これすごい大変な数のエッセイが書かれています。実はカラヤンと、カラヤン知ってますよね、ウィーンの国立音楽院で、同期だった。でそこで声楽やってたんだけど、こう結核やっちゃったんだ。でだから片肺がなくて、いつもこうやって歩いて、で小学校にも来てみんなと遊んでくれて、ね、この写真よりもっと若かったです。でこの写真は僕が高校の時に受けた授業の感じがしますね。ね、とにかく元気な方 でみんな好きで、子供たちが。でまあ結局さっきみたいに、いやどんな子にも愛情を注いでくれる学長でした。ちょっと切り替えてくださいね。この感じ、こうやって高校の時の授業だと思いますね。とにかく高度なことを教えてくださって、特に日本音楽にすごく詳しくてもいらっしゃった、ね、で俳優をやっちゃった後にウィーン大学、すごいよね、ウィーン大学の音楽学科にでドクター取ってるんですよ。だからもう向こう行くと私が親しくしてくださった、オットマル・ツイトナーっていうすごい指揮者なんかも、おお、ありまーどくたありまーっていつもそうやってすごいそういうことを、そういう場面に僕は国立から来たんだって言ったら、おおドクターありまー、ね、それぐらい有名な人だった。だから N 響にじゃんじゃんすごい指揮者を呼びましたね。彼らも最初に一人で来て N 響を振った。それでどんどん N 響が世界的に上手になっていった、ね、そういう方なんです。でもうマイクに、ね、いつもがないぐらいたくさんのドイツ系の、まあ特にドイツ系があったんですけど、もうそういう方だったんで、音楽小学校に僕がいた時にオーケストラとの共演をさせてくれました。でショスタコーヴィチってね、今演奏できないんですけど、今ね、ロシアねを、こうされてますから。でもショスタコーヴィチはまあそれこそ反体制でもあったんだよね、そういう方なんだけど。でその方が作った、つまり作れと言われて作った門の歌とかね、人民のための曲を作んなさい、例えばプロコフィエフだったらピーターと狼とか、ね、そういうことになっちゃうわけだけど、そうやって芸術の世界をこう思想的に抑え込んだその時代ですね。だから僕もまあ何も分かんない小学校5年生でしたけど、ショスタコーヴィチの門の歌を、その時に振ってたのが、なんと亡くなりましたけど、若き日の岩木宏之さん、ね、が24歳ぐらいでね、投票で振ってて、おい岩木、もう一回そこへ振れ、なんてね、お前のちっとも分かんねえよ、なんて言って、あ、すいません、すいません。もう汗だくだくで、指揮者ってすごい大変なんだなと思って。N 響では、なんとマーラーの3番です、ね、ローゼンストック、それから、カルミナ・ブラーナ、ね、そのカルミナ・ブラーナが僕の一つの音楽人生の一つのエポックだったね。
その後指揮者になった時もカルミナ・ブラーノでデビューしました。そんなことで、で大学に入りました。一応入れた。そこにいたのが、同期のもうすでにもう第一線で弾いてるジャズピアニストの山下洋輔だった、ね、で叶わないですよね。もうこっちもジャズの真似事を弾いてみたんだけど、そしたら見かねてというか、お中島いいからさ、お前、クラシックやれよ、 俺がジャズやるからってんで僕はクラシックにやらされた。でもその後また20年ぐらい経ってから彼とのその異種格闘技っていうのは、最近猪木さん死んじゃったけどね、1歳上だったけど、アントニオ猪木と、それからモハメド・アリが異種格闘技というね、山下洋輔もごめんなさい、呼びつけなんだけどね、本当はさっきの武田先生の前の同調会会長は山下洋輔、きっと今回僕が賞をもらったのはきっと同期の吉見かなってね、そういうふうに思ってたんだけど、まあ、そうじゃなくて皆さんからの本当に推薦ですごく嬉しいことになってなりましたけど、その洋輔さん、その異種格闘技がたくさんやってて、和太鼓とか、それからついにオーケストラやるって言うんで、結局また引っ張り出されて、彼のためにピアノコンチェルトを書いたりいろいろしましたけどね。といっても彼のパート書かなくていいんですよ、フリージャズだから。クッコンスケッ、ここにはピアノあるけどやってみてもいいんだけど、そういうで、オーケストラのためにちゃんと楽譜を書いて、随分やったなという感じですね。あとは異種格闘技だと佐渡の和太鼓の鼓動というのがありますね。鼓動と山下と山下のバンドと一緒に、大晦日に太鼓をやったりとか、そういう楽しいこともずっと続いてました。まあこのところ、なかなかお会いもできないけど、彼が、顧問してたジャズバンドね、ここのとっても上手なニュータイドという、それの顧問を僕は最後に十何年やらせてもらって、まあいい思い出す、思い出です。学生がすごくみんな生き生きしていて、という、まあ、ちょっと少し長くなっちゃったかな、どっからも巻きが入らないし、68年なんですね、今年 で68年を15分で喋ろうっていうから、海野さんどっかにいる？手を挙げて。海野さん、あ、いたいた、あの方は、僕がずっと続けてたプラハの、ね、音楽祭のにも出てます。そして国たちからたくさん合唱団が行くと彼女が全部仕切ってくれて、ペラペラの中国語でね、やって、彼女にこの前電話かかってきたんで、68年を15分で話すって言ったらどうしようって言ったら、1年に13秒ですってだから、はい、あそこで巻きが入りました、さようなら、ね、まあ話が少し中途半端かもしれませんが、素晴らしい国たちの、ね、いいね、若い写真も今日久しぶりに見れたし、この本も一生懸命持ってきたんですけどね、重いんだから、すごい方が
天下国たちを作った。そしてその方にの、 あの素晴らしい心で、さっきの、井出さんの話もありますけど、ね、まあ素晴らしい人格の方でした。僕の恩人でした。あの恩人の、寿命にあと2年僕は生きてるかなみたいな本当に楽しい国たちで、ここはねすごくいい響きなんですよ、ね、プログラミング書きましたけど、ポーランドのクラク、ね、の合唱団を呼んだ時にここでやってもらいました。その時にもう素晴らしい、ね、というここを僕が一番たくさん使ったんじゃないかな、このショーホールに。すごく懐かしくて、ね、さっきからずっと全部見渡してということで、ごめんなさい長くなっちゃいました。何分過ぎた？いや、まあたまにはあの不計画なんです、すごくね人生だから、それその通りやっちゃった、ごめんね。大変に光栄でございますというか、コロナで去年あたり死んでたらもう今年の受賞はなかったし、ね、まあ生き延びて長生きは三文の徳どころかなそんな感じか。大学 の、 設立が正式には確か1950年で、僕はその後4年後に小学生の5年で編入したのです、ね、とにかく素晴らしい学校でした。自由で自由な校風と、それから素晴らしい教育方針、 それでまあすっかりどっぷりと国立です。有馬大五郎先生のおかげで今ここにいるわけで、それからあとはまあ同期に山下洋介というとんでもないやつがいる、彼ともずっと一緒にやってますけどね、彼はもう完全にジャズだから、俺はジャズ、お前はクラシックやれって言うんで、僕もジャズのマヌガットだけはやってたんだけどね、かなわない、ね、もうしょうがない、クラシック、暗い死の苦しみ、クラシック音楽音割れ苦しむそんなことばかりやってました。だけどその後ね、一緒にしばらく20年ぐらい経ってから一緒にコラボをたくさんやってます。この大学の設立からの精神である、やっぱり音楽っていうのはまずは楽しまなくちゃいけない、ね、音割れ苦しむじゃないんだというところで、本当にのびのびとやっていただきたいというところかな。